今回はセブンイレブンのちいかわのケチャップご飯おむすびですね。こちらを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきますよ。断面だけど、おお、肉も入ってますね。ちゃんとですね、いいんじゃないですかね。早速いただきますよ。ケチャップおむすびですよ。いや、ちゃんと奥まで染みてていいですね。これ美味しいんじゃないですかね。この染み込み方がいいですね。いや、美味しいですよ。というところで、今回このセブンイレブンのちいかわのケチャップご飯おむすびをいただきました。ご視聴ありがとうございました。